金星をフライバイする TMK マブル TMK は着陸せずに火星と金星を有人探査するソビエト連邦の宇宙探査計画である。TMK-1 は1971年に打ち上げられ3年間の飛行を行い火星のフライバイの際にはプローブを投下する計画であった。TMKE マブル KK では金星フライバイ電子推進。 有人火星着陸が提案されていた。TNK 計画はソビエト連邦がアメリカ合衆国の月着陸に対抗するものとして計画された。前身のマーシャンパイロテッドコンプレックスは1956年に提案された。利用予定だった N-1 ロケットが成功しなかったため計画は実行されなかった。TMK-1 による火星への初飛行は 1971年6月8日に始まる計画であった。75トンの TMK1 宇宙船は3人の乗組員を乗せて火星をフライバイジ10ヶ月半の飛行で火星を通過し遠隔操作できるランナーを投下して地球に向けて方向を変え、1974年7月10日に3年1ヶ月2日間の旅を終え地球に帰還することとなっていた。 宇宙船は以下の各部から構成される。このバージョンは1960年に提案され、N1 ロケットの何度かの打ち上げで地球の周りの軌道で火星着陸探査用の装置が組み立てられる計画であった。宇宙船の動力は原子力電気エンジンで1年間かけて5機のランダーが各駆動のマーズトレーンを火星表面に付設することとなっていた。TMKE では 三年間かけて火星を往復するが、そのうち一年間分は動力が必要である。宇宙船の全長は175メートルで6人が乗り込める。6機の着陸機のうち2機は乗組員、4機はマーズトレーンを運ぶ。機とに近世フライバイを行う TMK ミッションにはマブルというコードネームが付けられた。 1966年最後の TMK のバージョンは KK と呼ばれる。630日間のミッションで原子力電気推進が用いられる。打ち上げは1980年に計画され乗組員は3人であった。火星への滞在期間は30日間である。ありがとうございます。